サンダーボルトはインテルがアップルと共同開発した高速汎用データ伝送技術である。ライトピークを元にして開発されたコンピュータに周辺機器を接続するためのシリアルバス規格の一つ。ファイ r ーワイヤーの後継として開発されたインターフェースでホスト機器に様々な周辺機器を接続するためのバス規格である。同時期に登場した 高速汎用外部バス規格 USB 3.0と比べてデジーチェーンをサポートするなど多機能かつ高性能である一方ホスト側デバイス側の両方にインテル製のモジュールが必要であり USB と比べて高コストであるコネクタはミニディスプレイポートサンダーボルト3-4では USB タイプ C 開発当初にライトピークと呼称された データ伝送路は USB、Ethernet、ディスプレイポート IEEE1394、ファイバーチャネルなど様々なプロトコルでデータ通信を可能とするマルチプロトコル仕様として設計された。サンダーボルトに解消され、正式規格として策定時にプロトコルは PCI Express 2.0とディスプレイポート 1.1R だけとなった。 ライトピーク開発当初は光ファイバーの使用を予定したが、電線を用いた企画が先に策定されて上司された。2013年初頭に光ファイバーを用いたケーブルも出荷された。電線で数メートル、光ファイバーで数十メートルまで通信可能としている。USB とサンダーボルトの転送速度前述の通り、サンダーボルト3の帯域は 映像用とデータ用の合計であり、データ転送速度としての差はこれより小さい。サンダーボルトの周辺機器は USB では、対応しきれない超高速転送を要求するものが多い。ありがとうございます。